はい、食べるトミーです。ということでね、今回の舞台は千葉県千葉市です。で、以前もね、この千葉グルメ旅動画上げたんでね、まだ見ていない方はね、ぜひURL 貼っとくんで、概要欄から見ていただきたいんですけども、まあ今回はね、その続編と言っていいと思います。まあ見ての通り体は一つなんで、胃袋も限界があるんで、前回食べることのできなかった料理をね、今日は中心に攻めていきたいと思います。それでは、行ってみたいと思います。さあ、今回のグルメ旅、最初の1軒目は湾岸道路沿いにある立ち食い寒川そば。どうですか、この昭和の佇まい。もうこういうのね、僕好きなんで、ワクワク感が止まらなくなるんです。さあ、店内に入ってメニューを見ると、見てこのシンプルさ、潔い。さあ、その中から選んだ一品は、そうです、天かすたっぷりたぬきそば。天かす、ネギ、そして生卵、このゴールデントライアングルが主役のそばを引き立てるんです。さあ、おそばを見てみると、これ普通のそばです。皆さん、あの立ち食いそばで食べる普通のそばの味と食感、あれを想像してください。あのまんまなんです。そしてスープ、これまたね、昔の味ですって外に看板にね出ていたんですけどね、全くその通り、偽りがない、もう素晴らしい。さあ、そんなスープを飲み干し、卵を溶かして、そばとネギと天かすと一緒に口へ運ぶ。すると、なんとなく昭和へ飛んだ感じがするんです。懐かしい外観とそばの味に惚れた。夏うま、ありがとうございました。さあ、千葉寺という駅前にやってきたんですけど、この駅の近くでですね、海鮮系の評判の良いお店をね、ちょっと見つけたんでね、これから行ってみたいと思います。ということで、ランチのオープン前に向かった先はもてなし屋。オープンする直前に並んだんですけど、1巡目で入れなくて、まあそうですね、20分ぐらい待ったと思います。さあ、念願だったもてなし屋で選んだ一品は、どうですか、この具沢山なランチ限定漬け三昧。光り輝くその姿はまさにピンクの宝石。さあ、そんなピンクの宝石の数々をいただいてみます。するとどうですか、マグロ、サーモン、カンパチ、イカの漬け盛りの甘みがじゅわーっと口の中に広がるんです。特にマグロとイカの甘みが強烈にあるんです。これ新鮮そのものって感じなんですよ。いやー、千葉寺まで来て本当に良かった。さあ、味噌汁を見てみると、その中身しじみが入ってるんです。もうこれね、しじみの出汁がたっぷりと効いていてね、一口飲むとわーっと肩の力が抜けて幸せな気持ちに包まれるんです。千葉寺で出会ったピンクの宝石漬け三昧、めっちゃめちゃ美味しかったです。マジうま。さあ、千葉寺を後にすると、とある場所をやってきて、この緩やかな階段を登っていくんですね。するとですね、はい、やってきたのは千葉ポートパーク。さあ、とってもね、緑豊かで景色のいい千葉ポートパークに来たんです。でね、まあ、ちょっとね、見てくれます、この360度の景色ね、ぐるーっと緑ね、景色の抜けが良くてすごくいいでしょ。でね、今ね、一瞬映ったと思うんです、あちら千葉ポートタワーに登ってみたいと思います。ということで、千葉ポートパークにあるポートタワー、その高さは地上113メートル。というわけで、早速エレベーターに乗ってみると、あら、これスケスケの作りだったんですね。外観からでは全然わからないんですよ、反射しちゃっててね。さあ、ゆるりゆるりと、さすが地上113メートル、ゆっくりと上階へ登ると、どうですかこの景色。眼下に広がるのは先ほどいた千葉ポートパーク、そして千葉の港が見えるじゃないですか。
そしてこちら千葉の工場群、これ夜だと綺麗なんでしょうね。あら、これすごい広大な千葉の海に、これ港へ帰ってくる船の数々、絵になるじゃないですか。いやー、ほんと登ってよかった。すがすがしい気持ちになってるんですけど、あれ、向こうに見えるのは東京スカイツリーじゃないですか。さて、4階の展望室から2階へ降りてみると、ここ恋人の聖地になっているんです。なので見てください、この南京錠の数々。まあ、こんなんでね、永遠の愛が保証されるわけではないが、まあそんなこと言っちゃいけません。ハートがね、ただ眩しいだけなんです。まあなんていうのかな、こんな場所本当はね、一人で来てたらちょっと恥ずかしいんですけどね。良い子の皆さんはぜひ恋人と一緒に来てください。さあ今度はですね、蘇我という場所にやってきました。でね、まあちょっとさすが梅雨時、雨が降ってきちゃったんですけども、まあなんていうのかな、あのお店に行ってご飯を食べるというよりですね、お風呂に浸かって一杯飲みながら食事をとると、そういうことをやってみたいと思います。さあ千葉の港に夕日が沈む頃、やってきたのは湯の里ほのか。僕が利用したのは平日限定お食事付き入浴プラン、これ2200円なんです。入浴料だけ見てみると1400円なんでね、これすごいお得だと思うんです。さあこちらずらーっと並んだリクライニングチェア、そして向こうを見てみると、ほら窓の外には先ほどいた海が見えるという景色、これすごいいいでしょ。さて湯の里ほのか蘇我店の特徴は種類豊富な浴槽と岩盤浴。特に良かったのは屋上のジェットバスに浸かりながら見る千葉の夜景、そしてサウナと水風呂で整った後にいただく一品は、はい、もちろん生ビールでしょう。これ平日限定お食事付き入浴プランに入っているんです。もうね、僕はサウナの後にオロポとか飲みませんよ、生ビール派ですから。いやー、これ効く。そして生ビールの後にいただく一品は名物北海方向麺。どうですか、この見てそれとわかる辛さ。そうです、メニューに書いてあったんです、辛さを極めたやみつきのうまさと。だったら味わおうじゃないか、サウナの後でまた一汗かこうと。さあそんな辛そうなスープからまずいただいてみます。するとですね、ちょっと飲むでしょ、するとね、後から来るんです辛さが。でもね、ただ辛いだけじゃないんです、溶き卵が入っているおかげでまろやかさも兼ね備えているんですよ。さあ麺を見てみると、これ中華麺、食べ応えのあるしっかり食感の中華麺でしたよ。いやー美味しい。さあこの北海方向麺、特徴は具材の豊富さだと思うんです。それはタケノコ、シイタケ、イカ、タコ、それからベビーホタテも入っていたと思うんですよね。さて具材はそれだけではありません、この主役と言ってもいいでしょう、エビが入っていたんです。これは嬉しい。そんなエビを一口噛むと、これね、エビの風味がふわーっと広がるんです。さらにさらに追加料金を払ってライスを頼んでみました。これどういうことかというと、残ったスープの中にご飯を入れて、ほらどうです、オリジナルの北海方向雑炊の完成だ。いやー、こんなのうまいに決まってるでしょ。湯の里ほのか蘇我店で出会った北海方向麺、最高なサ飯となりました。辛うま。はい、おはようございます。というわけでね、ここ湯の里ほのか蘇我店、ここね、泊まっちゃいました。ここね、すごいね、お風呂がね、何種類もあって、特に屋上の露天風呂、これがね、もう千葉の夜景が見れてね、すごく景色が良くてですね、のんびりと過ごすことができたんでね、これから帰るっていうわけじゃなくてね、せっかくなんでね、もう一品食べたいお店があるんでね、行ってみたいと思います。ということで、まず向かったのは千葉都市モノレール1号線の駅、県庁前駅。この駅、同線の終着駅なんです。
懸垂型モノレールのレールと駅舎、そしてエントランスの美しい円形が見応えあるんですけど、関東の駅100選に選定されているそうなんです。さあ、そんな県庁前駅から近いお店が今回のグルメ旅締めの場所、キーアーイ。こちらこの界隈で人気のタイ料理屋なんですけど、お得なランチを求めてやってきたんです。その料金は後ほど発表しますね。さあ、そんなキーアーイで選んだ一品は、そうです、豚肉のガパオライス。これタイ語だとガパオムーラートカオなんて言ったりすると思うんですけど、見てください、この豚肉の美しさ、美味しそうな色、そしてこの目玉焼き、これ本場タイを思い起こさせるでしょう。さらにさらにこのヌードルもつくんです。これタイ語だと多分クイッキオナームって言うと思うんですけどね。そしてサラダもつきます。その料金すべて合わせて820円税込みですよ。これすごい。まずはガパオライスからいただきたいと思います。するとどうですか、気取っていない味と言ったらいいんでしょうかね。まさにタイの市場で食べるような味がするんです。僕何度もタイの市場でガパオライス食べましたからね。まああの時はね、鶏肉が多かったと思うんですけどもね。そしてこれ見てください、卵をね潰すとほら黄身がとろっとどろっと流れ出てくるわけですよ。その卵とご飯、そしてガパオを一緒に食べる、これもう食べる前から美味しそうって感じなんですけどね。一口口に入れてですよ、あーこれね本当にうまいやつですよ。そして卓上を見てみると、これ本場タイと一緒、種類豊富な調味料が置いてあるんです。その中からナンプラーを選んでね、ガパオの上にかける、そしてご飯と一緒に食べる、もうこれね本場タイ、あー懐かしいって感じですよ。さあ続いてはタイヌードル、クイッキオナーム行ってみたいと思います。まあサイズはねちょっと小さめなんですけども、このヌードルもつくんですよ。もうお得でね本当にありがたいって感じです。そんなタイヌードルの麺は米麺のセンレック。タイでヌードルを食べるとき数種類の麺から選ぶことができるんですけど、これセンレック、タイではオーソドックスな麺なんですね。さてこのヌードル、ちょっとだけ砂糖を入れて食べてみました。えって思う人もいるでしょう。そうなんです、本場タイではですね、ヌードルに砂糖を入れて食べるタイ人結構多いんです。何何、タイは若いうちに行けって、いやいや、タイ飯食いたきゃ気合いでしょう。ポクマ、いや今回はですね、まあホテルじゃないんですけど、一泊したおかげでなんだかね、旅気分、まあ気分というか本当に旅になりましたね。それで目星をつけていたお店、食べたかった料理、これね、すべて食べることができて、本当に満足しています。まあ千葉県はですね、とても広いんでね、船橋もあれば銚子もあるっていう具合でね、これからね、もっともっと、いろんな料理食べていきたいなと思ってます。それでは最後に一言、旅の食事で心を豊かに、楽しかったでしょう。登録。